高市早苗氏の靖国参拝宣言を識者が徹底批判、中国との関係悪化の懸念。高市早苗氏が総理就任時に靖国神社参拝を続けると宣言したことについて、後藤健二氏、中北浩二氏、森本聡氏が BS 富士のプライムニュースで批判しました。彼らは日中関係や日韓関係への悪影響を懸念し、総理大臣としての参拝は適切でないと主張しました。みんなの反応。対話の窓口を閉ざしていいのかって話だけど、今まで対話して何か良いことあった？少年の視察事件でも日本の要望に応えてないし、対話が成立してない。中国の主張を聞かされてるだけ、日本も立場を明確に主張することが大事で、対話はその後だよ。先日初めて靖国神社に参拝してきました。参拝前に優秀館という資料館に行って、日本のために戦った人たちの手紙などを見ました。涙が止まらなくて、あの方たちのおかげで今の日本があると強く感じました。30歳の私と妻、子供一人の家族で行ったんですが、日本国民全員が見に行くべきだと思います。そうすれば靖国神社参拝反対の意見は出てこないと思います。靖国参拝しなくても問題は起きてるし、中国は日本の顔色なんて見てない。お互い気を使うならまだしも、片方だけが気を使うのはおかしい。国策に準じた方に感謝するという理由なら参拝すればいいと思う。靖国神社参拝を外交問題にしたのは朝日新聞です。1979年に永久戦犯が合祀されましたが、当時は中国や韓国からのクレームはありませんでした。1985年に朝日新聞が問題化する記事を出すと、中国が非難し始めました。日本には自国を貶める人間とそれを助長するメディアがあります。靖国参拝を外交問題化するなという高市氏の言葉に賛同します。戦後の第一ステージは終わり、日本の安全保障や経済状況は別次元に、経済は衰退し、国民は将来に希望が持てず、少子化も進む。日本は新たなステージへの変化が必要で、戦後の第一ステージに縛られてはいけない。高市氏は総理として国益を考えた戦略的対応をすると期待されている。高市さんが強気でいいのは領海侵犯や靖国神社の落書きの時だけど、今回はお子さんが殺されている。ここで靖国参拝を強行すると、将来中国で第2、第3の悲惨な事故が起きた時に支持率が下がり、政権を失う可能性がある。だから今は靖国参拝をうまくごまかして一歩下がるのが賢明だと思う。靖国神社に内閣総理大臣が参拝するのが批判されるのは、中曽根さんの時にマスコミと日本社会党が騒いだ後、中国と韓国が反発し始めたからです。慰安婦問題も同じ構図です。日本人として国のために亡くなった方々に感謝し、未来のためにも総理大臣が参拝してほしいです。こういう記事を読むときは、書いてる人の立場を考えるのが大事だよ。後藤健二は共同通信出身で、与党から野党担当に変わった記者。退社後は TBS の番組に出てる。中北浩二は学者で、日本共産党や社会党の分析をしてる。森本聡は元自民党の防衛補佐官で、旧民主党政権下で防衛大臣をしてた。だから、これらの人たちの批判がどれだけ説得力があるかを判断する必要があるね。徴兵された人たちは国の命令で戦争に行き、犠牲になったんだ。それを国と関係ないようにするのは不誠実だよね。総理大臣が参拝して平和を祈るべきだし、外国の意向を気にしすぎるのも問題だよ。毅然とした態度を取るべきだと思う。外交や安全保障が悪化すると、具体的にどんなことが起きるか考えてみるといいよ。参拝してもしなくても竹島は奪還できないし、南西諸島や小笠原諸島周辺での挑発も続く。さらに在外邦人がスパイ容疑で逮捕される件数も減らないし、ヘイトクライムも減らない。要するに大陸や半島の国々は国内の不満を反日に向けているから、大きな環境は変わらないんだよね。中国の顔色を伺っても両国関係は対等にならない。中国の暴挙は止まらず、領空や領海侵犯が常態化している。総理が靖国参拝しても関係は悪化しない。これ以上の侵略は戦争と同じだ。識者が間違った判断をメディアで流すから、中国は暴挙を加速させている。中国の工作は日本社会に浸透し、特に NHK などのテレビ業界は深刻だ。日本の情報番組や新聞が中国のプロパガンダに汚染されている事実を忘れてはならない。後藤さんの発言は国益や国民の尊厳を無視していると思う。彼は中国に逆らうなという指示を受けているのかもしれない。そもそも中国や韓国が騒ぎ始めたのは、日本のマスコミや左寄りの政党が言い始めたからではないか。確
確かに戦犯もいるが、多くの若者が日本を守るために命を懸けて戦った場所だ。二度と戦争をしないことを誓うために参拝するのは内閣総理大臣がするべきだ。何が個人でやれだ。指揮者って何の指揮者かわからない。永久戦犯の合祀が問題視されてるけど、死刑判決を受けた7名は逃げずに刑を受けたんだよね。刑を受けた時点で法的には罪人じゃないし、その後国会で名誉回復もされてる。中国を魚でとか国益を損ねるって言うけど、それは政府がちゃんと説明しないからだと思う。国際社会がどうこう言う人もいるけど、死刑になってない永久戦犯が国連で演説してたし、当時の国連も問題視してなかった。今騒いでるのは国連に未加盟だったに参加国のヘイトに過ぎないよ。今は毅然とした態度で臨み、外野の意見に振り回されない。靖国参拝問題は内政干渉と主張し無視する。総理には外交問題に積極的に立ち向かってほしい。靖国神社は日本の施設だから外国政府の政策には関係ない。だから自由に言ってください。政治家が参拝するのを見ると感謝の気持ちです。中国は日本に対して強硬な態度を取るけど、困った時にはすり寄ってくる。日本はそれに対して毅然とした態度を取れず、お人よしすぎる。製造業では中国からの脱却が進んでいるけど、他の分野ではまだまだ中国依存からの脱却を真剣に考えよう。少し不便になっても日本が妥協して成り立つ関係は良くない。今のやり方は共産党の独裁を助けているようなもの。本来は中国の崩壊や混乱で難民が押し寄せるのを防ぐためだったけど、今は合法的に多くの中国人が来日している。中国では真の高度人材は出国できず、必要とされない人たちが自由に出国できる。これはトルコに厄介払いされたクルド人と同じ状況だ。靖国参拝自体は悪くないけど、中韓を刺激するのは良くないって話なら、専門家ならもっと具体的な策を出すべきだよね。今までの慰安法やおとなしい対応で対話が必要と言われてきたけど、実際どうだった？何も進まず、領海や尖閣諸島、竹島の問題が悪化してる。中韓には日本の考えが小さくてはっきりしないから伝わらない。防衛大臣までやった人が危機管理できないのに意見を言うのはどうかと思う。しっかり言うべきことを言って考えを伝えた方がいい。その点、高市議員が言ってくれるのは国民も理解すると思う。靖国参拝を批判するなら、取材して戦死者への追悼や信教の自由についても説明してほしい。後藤の意見には共感できない。中国刺殺事件は中国人が日本人の子供を殺した事件で、日中関係が厳しくなるのは理解できるが、靖国参拝を控えろというのは納得できない。永久戦犯は連合国が事後法で裁いたもので、インドのパール判事はこれを強く批判している。でも日本人自身が戦争責任を総括していないのが本当の問題だ。さらに永久戦犯の中で東条など戦士ではなく法務士とされた人たちを合祀したのは厚生省と靖国神社の誤りで、戦士でない人たちは分祀すべきだ。そのための知恵を出してほしい。そして総理や閣僚、海外要人が堂々と参拝できるようにし、天皇陛下が参拝できる環境を早く整えるべきだ。さもなくば先人に倒れた方々の霊は浮かばれない。靖国参拝が悪いことを引き起こすかどうかについてですが、日本にとって悪いことは参拝の有無に関わらず起こると思います。おまじない的な話なら、参拝後に悪いことが起こったら参拝したからだと感じるだけです。禁煙や断交などの強烈な事態なら因果関係があるかもしれませんが、靖国参拝程度では何かに結びつくとは思えません。結びつくと言っている人もそれを証明する根拠は示せないですよね。日本の政治家が靖国参拝をすると中韓が非難するけど、逆に中韓の指揮者が日本を魚でしてると批判することはあるのか。なぜ日本だけが相手国に配慮する必要があるのか疑問。国内の神社参拝がなんで悪いのか。圧力を恐れて何もできないと相手の言いなりになりかねない。他国の顔色を伺うような人に日本を任せたくない。日本の国益を考え毅然と世界と対峙できる人がリーダーにふさわしい。靖国参拝を政治問題化する国が起こるからではなく、日本の姿勢や政治家としての在り方を世界に示し説明できる人が必要だ。リーダーとしてその姿勢を強く示すことが大事だ。反対理由が政教分離ならわかるけど、中韓を刺激するってのは違うよね。中韓の反発に明確な理由はないし、
変な言いがかりをつけられないようにする方が大事だよ。日本の神社仏閣参拝に外国を気にする必要はない。高市早苗さんが総理になるのを期待。小泉進次郎は毎年終戦記念日に参拝してて、父親の小泉純一郎が最後に参拝した総理大臣。安倍晋三ですら終戦記念日の参拝は避けてて、それがバランスある外交と言われる理由の一つ。高市さん、ぜひ自民党の総裁になって総理大臣になってほしいです。左派からの批判は、中韓の国益を日本の国益としない証拠だと思います。自民党を中道右派に戻してリベラル化を止めてほしいです。この記事の指揮者3人に対してすごく腹が立つ。私は右寄りではないけど、こういう態度が日中や日韓の関係を悪化させてきたんだよ。刺激しないようにするっていうのが、日本が中学2年生の親みたいに上から目線で、中国や韓国もその態度に反応してるんだよ。それくらい理解してほしい。日本人は日本国内でやるべきことをやるだけでいいし、中国や韓国も自国で同じようにすればいい。中学2年生みたいな依存関係じゃなくて、独立した国家として平等に振る舞うことが相手を尊重することなんだ。指揮者3人のうぬぼれには本当に呆れるよ。みんなの反応としては、高市早苗氏の靖国神社参拝を支持する意見が多く見られます。多くのコメントは、日本の立場を明確にし毅然とした態度を取るべきだと主張しています。特に参拝が外交問題化したのは日本のメディアや左寄りの政党の影響だとする意見が多いです。少数意見としては、参拝が日中関係や日韓関係に悪影響を及ぼす可能性を懸念し、慎重な対応を求める声もあります。当チャンネルの意見としては、高市早苗氏の靖国神社参拝に関する立場は理解できます。日本の立場を明確に主張し、国策に準じた方々への感謝を示すことは重要です。しかし外交関係を考慮しつつ、慎重な対応が求められるでしょう。